暴力教室は1955年公開のアメリカ映画。原作はエヴァン・ハンターの小説。暴力的な描写が多いため、アメリカでも日本でも大人には反感を買うが、若者の間で大評判となる。1955年のアカデミー賞4部門にノミネートされた。ニューヨークの高校に赴任した国語教師リチャード・ダディエは、 不良行為少年が集まった、暴力が支配するクラスの担任となる。ダディエは、生徒たちのリーダー格の一人で、街のギャングでもあるウエストの犯行に一歩も引かず、もう一人のリーダー格であるミラーを立てることでクラスを、統制しようとする。しかし、新任の女性教師ハモンドをレープしようとした生徒を、取り押さえ、怪我を負わせたことから、全員の反感を買ってしまう。 同僚のエドワーズと共に、夜道でリンチを受けて、怪我を負ったダディエは、もっとマシな学校への転校を考えるが、教育を通して、若者の人格形成に寄与したいという初心に、立ち返り、再び教団に戻ることにする。ダディエは、テープレコーダーやカートゥーン映画を使った授業で、自発的に考えることの楽しさを生徒たちに、 伝えるべく試行錯誤しつつ、ミラーとの信頼関係から、自身の未熟さと生徒への敬意をも学んでいく。その親先、三代の妻案が早産のために搬送され、生まれた男児が死に瀕していることを告げられる。さらに自身の浮気を告発する中傷の手紙が、案の負担になっていたことを知り、ダディエは、教師としての無力を嘆き、憎しみと共に学校を辞めようとする。 しかし、学校では、シニカルで、知られた、年配教師が、ダディエに感化され教育への希望を取り戻し、またアンは、生徒の中傷を信じた自分の弱さを顧みて、夫の挑戦を励まし、そして男児が、命の危機を脱したことに力を得て、三度ダディエは、教団へと戻る。カタに反抗的な生徒ウエストは、ついに教室でナイフを取り出し、ダディエに切りつける。 しかし、生徒の大半にダディエへの信頼が生まれており、ウエストの仲間、ベラッシも、また生徒たちに取り押さえられ、二人は方向処分となる。ビッグモローは本作で映画デビュー。この映画は、ビル・ヘイリーと彼のコメッツによる主題歌、ロック・アラウンド・ザ・クロックと共に語り継がれている。この曲は1954年に発表された当時は、それほど注目を集めなかったが、 本作で起用されると、全米チャートで8週連続1位の大ヒット。ロックンロール時代の幕開けを象徴する作品となった。グレンフォードの息子が、この曲のレコードを持っていて、それがきっかけで起用された。キネマ旬報ベスト1085回前誌1924から2011121ページ。ありがとうございます。